まあいっか。こんばん。明日誕生日おめでとう、うん、おめでとうかえぽんちゃん、かなぽんちゃんおめでとう。じゃあ明日も来れたらお祝いしなきゃね。夕飯作ってる、えらい、それはえらいね。前髪行くと聞かない。いや、いつもさパッツンだから多分癖がついてるんだよね。こうやってこうなる癖がついてる。昨日焼肉ですね、嬉しい、美味しかった、最高だった、嬉しい。ちゃんとメールを取っててくれて嬉しい。前髪がめっちゃ下手、泣ける。うん、もこもこしてて可愛い、嬉しい。今テレビで決めてるよ。本当？めっちゃ幸せすぎます。そんなそんなそんな。ねえ、前髪気になる。ママお願いがある。そこからさ、ドライシャンプー持ってきてくれない？やだ。あとアイロン。お願い。ママお願い。スターファンの人に自分で行けよって言われるんだけど、ちょっと前、今学校のジャージ履いててちょっと行けないんだ。ママ前早く動けます。ママ昨日ね、なんか昨日ママはちょっとパソコンの上にコンセントがあって机に置いてある。正解。ハウリングしおり、なんで？なんで？本当に？それ本当に当たるの？ありがとう。今からこのスプレーをかけました。普通？あ、よかった。ヨルちゃんがなんかあれかも。ちょっと今しよら。あ、本当？大丈夫。あ、よかったでしょう。みんなよかった。ありがとうね。このまま配信やるのがとっても嫌な気持ちなので、今から。ねえ、めっちゃ時間かけて私はさ、前髪やろうと試みたのにダメだったってこと？泣けろ。もういつも通りの前髪にするわ、このまっすぐな前髪に。初めて見た。あれ？なんか普通じゃない？鬼滅みたい。いってらっしゃい。後ろボサボサ？テレビやるよ、鬼滅。今入れるらしい。なんかね、ここのさ、いいって流す。これがおかしいんだよね。なんかこの襟がよくわからんのよ。これでなんとか。これでなんとかじゃない。前髪大丈夫。優しい。配信中にやるな、ナンバーワン。許してちょー。そう、なんかフードに見えるけどフードじゃないんですよね。でも襟でもなくって。そう、ジェラピケのスヌーピーだけどかなり古いからちょっとあれかなって思ってる。そろそろ寿命かなとも思ってる。ジェラピケなのにこの辺がちょっとチリチリなんよ、汚くて。よくない。これで行くわ。これで行くわ。山猫さんありがとう、セミさんありがとう、湘南の先生ありがとう。
森下家も鬼滅かけました。フードじゃないよ、そう、フードっぽいけど、フード、フードにしたら短い。こういう襟あるよな。でもあのなんか折って、折るやつだと思う多分。JPK ピンチキみたいやな。ヨリちゃん絶対酔っ払ってない？マイハンもう一番最初のコメントから酔っ払ってるんだろうなって思ったけど、絶対酔っ払ってるよね。どうやって使うん？いやそれはね本当に一番思ってる。ダイナスありがとう、ペンライト。山猫さんありがとう、ひよこさんありがとう、もろみさんありがとう、ミシェボイさんかわいい、ありがとう。多分おるのが正解だと思うんだよね。ダイナスジジありがとう、やっとやっとジー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 じゃないよ、やっとダイナスの名前変えた。ヨルちゃんは酔っ払うとタワーを投げるんですよ。あの昔多分ライブの後だっけな、酔っ払ってタワー投げた。おもろい。絶対次の日後悔するよ。怖っ。そやな、怖いよね。うちは嬉しいけどね。危ないよ、危ないよ。なんでないんだ、なんかお金ないんだけど。間違う、山猫さんめっちゃ可愛い、ありがとう。相変わらずダメ気づいてますわね。当たり前だ。当たり前だ、当たり前だよ。身に覚えない席が、怖いね、怖い。めっちゃ棒読みで言っちゃった。怖いよ、怖いから気をつけていきましょう。カラカルさんありがとう。チャッチャーラルルリーンチルリーンチルリーン。あ、これ1話じゃない？前あったじゃんね、最初のアニメ。アマゾンで見たやつね。あ、名前とアイコン変えてみようか。なんで？なんで変えるの？どうして？こんばんは。無限列車の夢の中。あ、これ映画？本当だ。泣けるよね。うん、泣けるね。多分前派は今までで一番見た映画がこれだと思う。ママが超ハマって。5回見た。ママ5回見て、前派多分4回見たんですけど、ママに全部付き合って。一番私が好きな映画とかも基本1回しか見ないけど。ママ5回ぐらい見に。お名前とか少しかったの気づきでしょうか。ありがない、ありがないとか。だからもうほとんど覚えてるぐらい。ママ好きなんです。ママね、うん、好きみたいです。ませたらありがとう。なんかもともと前は鬼滅が流行り始めた時知らなかったんですけど、握手会の時に、デンナスありがとう、デルマ。握手会の時にみゆみゆがねずこちゃんのコスプレしてて、何のコスプレなんって言ったら、え、鬼滅のねずこだよとか言われて、え、何それみたいな、何それって言って、その東京だったかな、どこか忘れちゃった、愛知かな、愛知県から、愛知かな。確か愛知県だと思うけど、愛知県から広島に帰ってくる時にみゆみゆがあの一緒に新幹線の中であの鬼滅隣の席だったからずっと一緒に見て、私がハマってママにおすすめして
ハマってみたいな。そう。そう知らなかった。前はねあんまなんかジャンプ漫画とかっていうのを知らなくて。なんかその時はそれこそアニメとかも全然知らなかったし漫画も読まないしみたいな感じだったけど、でまあどっちかというとママの方がハマって、でママはアニメは好きだけど漫画はあんま好きじゃないんですよ。そう、え可愛い見てんねずこちゃんが泣いとる、かわいい、めっちゃかわいい。やっぱねずこちゃんは世界を救うと思うんだよね私。いこさんありがとう。本誌派いいね。私はジャンプじゃなくてあれだったな、チャオとか読んでたから。そうだからママはスパイファミリーもマハ漫画あるよって言うんやけど、いやママはアニメが好きだからって言ってスパイファミリーも毎週のあのあれを楽しみにしてるんだよね、アニメの放送日を、放送日じゃないか、アマプラに入る日を楽しみにしてるんだけど、日曜日だね、だから土曜日放送だから日曜日楽しみに待ってる。でもそんなねママがね鬼滅はもう漫画を読んだんですよ。ね、面白いよね。こんばんはパイレーツさん、ありがとう。パイレーツオブカビカカリカリビアンみたいなやつみたいなやつ。声優さん次第、あ声優さんで見るやつね。私も芹沢優さんとか好き、女の子だけど。ジョージね、ジョージは最近見てないね。朝起きてないけど、前はスラムダンクの映画良かった。うん、見たことないわ。いこさんありがとう。私がでもあんまり映画をそんなに見んかもしれん、アプリで見てる。あ本当、私たちはアマプラですね。あのネットフリックスとかも見たい。アマプラでは見れないやつとかもあるし、逆にアマプラで見れるやつもあるしね、いろいろ登録したくなっちゃうねサブスクは。なんか YouTube プレミアムっていうサブスクがあって、私 YouTube を一生流してるタイプの人間なので、 YouTube プレミアムに入るとなんか広告がまず一切ないのと、あと他のアプリとかを起動してもずっと YouTube が流れてるっていう、電源切っても YouTube をずっと流しておくことができるっていうのと、まあ、Twitter とか見てても携帯の隅っこでずっと映像が流れてたりとかするから、なんかそれをねなんか一回入るともう逃げられないサブスクっていうので、その YouTube プレミアムのが入ってて、なんか YouTube プレミアムはお試し期間があるんですよ。お試し電源切ってもなんかあの画面を切る、そのシャットダウンじゃなくて、ロック画面ロックっていうかね、でなんか一回そのお試し期間が1ヶ月ぐらいお試しできるけん、それやってみたらちょっとそっから逃げられなくなってしまった。でもその YouTube のやつは誰が払ってるか分からん、1ヶ月以下の1000円ぐらい。誰が払うやろ、知らんって。ああ誰が流行ってるのかしら。ショールームもそうだね。えショールームも広告とかあるん、聞いたことないかも。パパかな、
でも私今さら「いやダメ解約」って言われてもちょっと嫌かも。お小遣い毎月1000円払うから許してーって。いつからそれしよう。え、もういつやろ。全然最近じゃないよ。じゃあ違うものの制限入ってないかもしれない。あはビッグエブさんありがとう。だって私だって四六時中 YouTube 見んだもん。本当にずっと YouTube 見てると私笑い事じゃないですけど本当にありえないぐらい YouTube 見てる。みんなは何のサブスク入ってますか。これは抜けられないとかある。なんかさ、私はアマプラと YouTube のプレミアム機能どっちを取るかって言われたら絶対 YouTube を取るんですよ。お兄ちゃん、私の一番上のお兄ちゃんは Uber Eats のサブスクに入ってる、あの手数料がタダになるやつ、はい、今も入ってるか分かんないけど入ってたって言ってた。なんか手数料っていうかね、配達手数料なんかが無料になるっていうサブスクに入ってた。その金額分 Wi-Fi 切ったら投げる。うれっちー。視聴日入ってたけど切った切ったんかーい。 あるよね。でもね YouTube アマプラとアベマと TVer いいね。 TVer いいよねTVer とかなんだっけな、テレビとかドラマとか見れるやつはいいよね。ネットフリックスってドラマやバラエティとか見れますか。どうだろう、ネットフリックス民の人いますか私はネットフリックスじゃないんだけど、